をこっちに運ぶわよ。意外と重い。でも、あと少しであるぞ。せーの。はあ、重かった。ねえ、ノルちゃん、起きて。ちゃんと目を覚まして。そうだよ、あんなんでまさか死んじゃったりなんてしないよね。ノル、ねえ、ノルってば。やった、目を覚ました。ここはクラウド。僕はどうして。あなたはまがまがしいエネルギーで過度に操られていたんですわ。そこを私が食療法的に助けてあげたみたいな。思い切りぶっ飛ばしてたけどね。そうですか。僕は皆さんにご迷惑を。ノルニー、ディアちゃんだわ。もうノルニーったら何バカやってるの。どうしてちゃんと相談してくれなかったのよ。まあまあ、ノルちゃんはリアちゃんや私たちのために一人で頑張ってくれてたんだよ。そうだね、私たちをかばってくれてありがとう。ええ、おかげで私たちは今こうして無事にここにいられるんですもの。よかった、マウリさんとキリさんに相談して本当によかった。なるほど、それでマウリたちが。ほんと、フェアのことといい、いろいろと間一髪だったわね。ねえマウリ、そういえばあの時のクラウドの映像は一体どうしたの。それ私も気になっていたのよ。フェア以外がカメラとかを操作できるとも思えないし。アーシェがクラウドの機械なんてわかるわけないっしょ。じゃあどうやって。実はね、初めてこのクラウドに来た時に、その、いやいや、やっぱマウリよろしく。もう自分がやったんだから素直に自慢しとけばいいのに。ね、初めてここに来た時にさ、こっそりカメラをつけさせてもらったっしょ。まあなかなかに面倒だったけどね。ここがクラウドか。仮面がいっぱい。すごい、これ全部モニターなんだ。解像度高、発色もいい。ここならバレずに設置できそう。オッケー。マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてください。仕掛けようって思ったの。今思えば仮想空間で出会ったフェアさんとクラウドで出会ったフェアさんは違いすぎたってわかる。でも姿形もそっくりだったし、私たちなんてちっとも疑ってなかったわよ。っていうか、クラウドに来る前から疑ってなきゃできないよね。確かに。実際のところミーポンの言う通りだよ。最初から疑ってたんだよね、あーしたちは。あのね、自分とマウリはみんなより後に召喚されたんだけど、リュプ
プリケートだっけ、仮想空間。そこでフェアに、その、聞いたんだ。そうそう、フェアリン自身は今、囚われの身になってるってね。で、フェアリンを捕らえた角がフェアリンになりすましてるって。なるほど、そういうわけね。だったら最初に教えてよ。ごめんなさい、自分たちは、その、なぜか惑星ブンブンに召喚されたでしょ。それで何とかしてこの惑星に来たけど、確証がね、なかったんだ。どういうこと？アースたちがブンブンからこっちに来るまで時間がまあかかっちゃったわけ。その間にどんな状況になってるか分かんなかった。ぶっちゃけみんなが角に言いくるめられてるって、そういうこともありえるじゃん。それで何も言わずに様子を見ていたと。そういうこと。それで様子を探ってたところに、ディアチからノルルンの様子がおかしいって聞いたんだ。んで調べていって、さっきの映像が撮れたってわけ。マウリオ、お前意外と慎重なのだな。お？アーシのこと見直した？マウリさん、キリさん、本当にありがとうございます。礼なんていいっつーの。それより証拠がうまく抑えられてよかったわ。これもキリのおかげだよ。そんな、マウリがいてくれたからだよ。でもこれでひとまずは切り抜けたね。つうことでなんとかなったけど、みんな黙っててごめん。ごめんなさい。謝らないで。マウリたちのおかげでみんな無事なんだから。そうですわ、黙ってる必要があったんですもの。仕方ありませんわ。でもこれまでのことって全部角が仕組んだことなのよね。私たちは手のひらの上で転がされてたってことよね。そう考えたらすっごく腹が立ってきたぞ。見抜けなかったなんて私のアホ。みんな、悔しい気持ちはわかるけど気を取り直していこうよ。そうね、ギリギリのところで私たちは最悪の状況を回避できたわ。だから事態が好転したって喜ぶべきよ。そして早くフェアを探さないと。そうだよ、私たちの使命は角じゃなくてフェアに託されたんだよ。優しくて頑張り屋で、でもどこか危なっかしくて、なんだか放っておけない女神様にね。みんなでフェアを助け出そう。くよくよしてる暇なんてないない。そうと決まればまずはフェアの居所を突き止めるところからね。ですが、実際のところ手がかりはゼロですわ。あのどうしたの、ノル。前に角が話してたのをちょっと聞いたんですが、どうやらゲミニオンに活動拠点があるみたいです。ゲミニオン？はい、ゲームが盛んな国です。ゲームが盛んな国。まあ、それはぜひとも行ってみたいですわ。観光に行くわけじゃないのよ。もちろん分かってますわ。フェアさんを助けるついでにちょっと見るだけですわ。ゲミニオンね。よし、みんなそこに行ってみよう。アーシュラもついてくよ。みんな、これからは近くでできるだけサポートすっから。自分も頑張るっす。それじゃあ僕たちは今まで以上に配信で皆さんをサポートします。それは嬉しいけど、でも角に騙されて始めたアシスタントでしょ。サポートする意味なんてもうないんじゃないの？そうだよ、
無理に手伝わせたくないよ。違います。無理じゃないですし、意味なら十分にあります。確かに僕は今まで角の言いなりでした。でも皆さんのお手伝いをしたいと思ったのは誰でもない僕の気持ちです。それに感動エネルギーが惑星存続のために必要なのは変わりません。視聴者も皆さんを信じています。だからこの先も配信させてほしいんです。角なんて関係ない。皆さんはもう僕たちみんなの救世主なんです。ぬるみ、ふん、貴様の助けがなくとも我は一人で救世主を務め上げるがな。でも仲間は多い方がいいわよね。それじゃあ手伝ってもらおうかな。改めてよろしくね、ノルちゃん。泣いたりしたらみんな困っちゃうじゃない。よし、それじゃあ囚われのヒロインを助けに敵のアジトに乗り込もう。ガンガン進めよ。あのまま騙されていたらと考えると最悪の状況は免れたわね。ノルによるとフェアは敵のアジトにいるらしいわ。こんな時こそ冷静に行かないと、また足元を救われちゃ嫌だもの。フェアを探さないと。暴走しないようにフェア自身も戦ってるはずだから。角も気になるけれど、私は横にいたヘイロという人も気になるわね。カドと対等に話してたし、意外と頭が切れそうだったわ。マウリとフェアさんの、いえ、カドだったわね。カドの策略も止めないとね。でもまずはフェアさんが一番。行方を追いましょう。あっぶないとこだったよね。まあ最悪の結果は防げたんだし、結果を憂いってことで。これからはアーシュラも一緒だからさ、戦闘はでき。AIだなんてもっともらしい嘘ついて。よくもまあと、私じゃそんな嘘つけないよ。大将だか指揮官だか知らないけど、こんなことしたんだもん。痛い目見ても文句は言わせないよ。早く次の。マウリとキリがいなかったら今頃どうなってた。いえ、パパのことはもういいか。怪物になったフェアを探して早く助けてあげないと。最初に出会ったのが本物のフェアさんで、近くにいる重要人物が黒幕という展開は、ここまで綺麗に騙されると腹が立ちますわね。しようかな。どこがいいかな。
起動。にゅるーん、未来人バーチャル YouTuber の日月美優です。普段は YouTube でお歌を歌ったり ASMR をしたりゲーム実況をしたりしています。夢はアニメやゲームの主題歌を担当すること。いっぱい頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。日月美優でした。探索するよ。なんか広場が騒がしいね。もしかしてまた問題でも発生したのかしら。ノルちゃんとティアちゃんが住民のみんなに囲まれてるけど、雰囲気は悪くないみたいだよ。ノル、よくやったぞ。よっ、ファンの鏡。すごい称賛の嵐ですわ。一体何があったのかしら。じゃ、こっそり聞いちゃおうぜ。賛成。まあ、盗み聞きは良くないわよ。そういうノワールもしっかり聞く体制みたいだけど。そんなことないわよ。全然聞く気なんてないんだから。まあいいけど。じゃあノルたちや住民に気づかれないように聞きましょう。ノル、本当にお前には感謝しかねえよ。俺はてっきり救世主様の配信終わっちまうかと。自分もだ。それがまさか配信続投してくれるなんて、ノルが頑張ってくれたおかげだよ。みーちゃんの配信がなかったら寂しくて生きてけねえとこだったぜ。僕はネプテューヌちゃんだね。彼女が次に何をするのか毎回目が離せないんだ。あー、すげえわかりみ。気になってしょうがないよな。みんな本当ありがとな、ノル。すごい、みんなちゃんとノル兄の頑張り分かってくれてるんだ。みんなありがとう。でも僕はそんな讃えられるようなことはしてない。なぜなら僕はファン第一号なら、このくらい頑張って当たり前だ。大好きだからやって当然のこと。俺も救世主様たちが好きだ。俺はマウリちゃん好き。ああ、もう全員比べらんねえくらい推しだよ。みんな、ならもっと彼女たちに声援を。まだ知らない人に不評を頼むよ。目指せ惑星 M 全住民総ファンか。ちょっと乗るに調子に乗らないの。ごめんよディア。でも今のノルニアシスタントとしてはとってもかっこいいよ。だからもう見習いの肩書き外してもいいんじゃない。そうかな。みんなに認められてよかったわね、ノル。そうね、なんだか自分のことのように嬉しいわ。いつの間にか頼りがいのある下僕になりよって。角に脅されてたって知ったときはまさかって思っちゃったけど。ノルルンは元からアイドルへの情熱をしっかり持ってくれてたんだよね。そのおかげで配信続けられるんだもんね。よかったよね。ノルったらつきものが取れたみたいな顔してるわね。今のノルがいてくれるなら私たち本当にこの世界で一番になれるかもね。何をしようかな。どの施設にご興味がありますか。ご支援してくれるんですね。他にどの施設にご興味がありますか。
ようかな。やり残したことないか、やり残したことないかな。あれ、どこにしまったかな。あ、そこの君、うちがこの世界で買ったお菓子がどこにもなくて困ってるんや。君も探してくれへん？ない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 、どうしよう。アンチたちにホロライブ身体測定のカルテを盗まれてしまったみたい。お願い、ホロライブ身体測定のカルテを取り返してってくれないかしら。もちろんお礼は後でちゃんとしてあげるからね。頼んだわよ。実はこっちの世界に来た時、神社さんからもらったお賽銭をどっかに落としたみたいなんや。申し訳ないんやけど、うちの代わりに探してくれへん？大変、ホロライブパンツ選手権で使った皆様のパンチラ写真がここの住人に盗まれてしまったみたい。お願い、そここれから職員会議で探しに行けないの。チョコの代わりに皆様のパンチラ写真を取り返せってね、お願い。やり残したことないかな。探索お願い。発見できてよかったわ。発見できてよかったわ。そろそろ行こうかな。どの動画を見ようかな。これにするわ。出たわ。強くなった。
決めた。お願いしますね。何をしようかな。これだ。つけてみるわね。どこにつけようかしら。どんな衣装でもどんな衣装でもどんと来い。いいじゃない。いい衣装ね。嬉しいわね。これね。転送先はっと。なんかいいとこないかな。にゃハロー、ホロダイブ所属のエリートミク、さくらみくです。好きなものはたい焼きと美少女ゲーム。毎日楽しく放送してるので遊びに来てね。将来の夢は憧れの先輩みたいに立派なエリートアイドルになることです。それじゃチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。どんどん進めよう。これだね。これにしましょう。よいしょ。
のファンだったね。これね。ほっ、覚醒全開だね。実は私のファンだったね。スイッとパンチ。これね。これね。スイッと。よいしょ。これだね。応援してるよ。実は私のファンだったり。これね。憧れてる VTuber です。中の人がすぐわかるのが特徴です。どんどん進むよ。何をし、これね。スイッと。おー、頑張ってんな。伸び伸びじゃ険しいぞ。来たね。せいえい、狙い撃ち。せー、されるのも悪くないわね。力が湧いてくるわ。どうかしら。痛いわよ。はぁ、これでどう。やぁ、これでどう。やぁ、やっと。もうイルハートが教えることを一度せ。いいぞ。来ないね。どうかしら。はっ、どうかしら。痛いわよ。はっ、もらったわ。観念したら。はっ、そこね。そんな褒めじゃ足りないわよ。ほら、もっともっと頑張ってあげてもいいんだからね。どうかしら。はっ、これでどう。ぶっ飛びなさ。逃がさないわ。どうかしら。やあ、痛いわよ。はっ、そこね。これでどう。くらいなさい。次行くわよ。はっ、そこね。はっ、痛いわよ。やあ、はっ、痛いわよ。力が湧いてくるわ。そこね。はっ、やあ、はっ、そこね。はっ、どうかしら。じっくり。そうね。よっと。はっ、ゆっくり進んでいこう。女神の心で。安心するわね。ゆっくり進んでいこう。じっくり待って。追いつけるかしら。よっと。スイッチね。押しましょう。あそこスイッチだわ。じっくり、これだね。ブースト行くわ。一度これにしますわ。よっと。はっ、そこね。どうかしら。痛いわよ。これね。もしかして動けるかしら。そこね。はっ、もっと頑張るわ。ライブ終わり。行くわよ。食らいな。ね、すべての力でな。終わり。食らいな。行くわよ。飛び上がれ。ね、すべての力で。くらいな。行くわよ。飛び上がれ。終わり。はい。さあ、すべての力で。飛び上がれ。終わり。はい。二人の全力決めてみせますわ。くらいな。すべての力で。さあ、終わり。はい。飛び上がれ。行くわよ。さあ、女神の力に。すべての力で。行くわよ。くらいな。さあ、すべての力で。飛び上がれ。女神の力見せて差し上げますわ。くらいな。すべての力で。飛び上がれ。すべての力で。行くわよ。一刀両断。すべての力で。二人の全力決めてみせますわ。
どうかしら。痛い、これでどう。吹っ飛びなし、食らいなさい。もらったわ。吹っ飛びなさい。逃がさないわ。どうかしら。じゃあ私に任せて。出るかな。見つけた。一旦これ。アクセル全開。もしかしたらプリンが入ってたりして。ラッキー。何をしようかと。いいわね。これだ。ブースト。これにしましょう。ゆっくり進んでいこう。アクセル全開。一旦決めた。よいしょ。おしまい。ジャンジャン撃つよ。これにしない？
せー狙い撃ち、ちょっと撃つよ、うりゃりゃりゃ、メイレイ狙い撃ち、ちょっと決めるよ、ほい、上から行くよ、こっちの筋しちゃうよ、せー、こっちの筋しちゃうよ、それそれ狙い撃ち、ちょっと撃つよ。実は私のファンだったのに。無理しないでね。狙い撃ち、せーメイレイ、うりゃりゃ、ちょっと撃つよ、ミュージック。吐き飛びやがれ、全ての力くらいな。メガネ、さあ終わりに行くわよ、くらいな。メガネ、全ての力で、さあ終わりに吐き飛びやがれ、全ての力で。これね。アクセル全開、パンチ見つけ、プリンセーメイレイ、うりゃりゃりゃ、よっ、それそれ決めるよ、上から行くよ、こっちの筋しちゃうよ、ポイン、やったね、これにしない？アクセル全開！おしまい！アクセル全開！パンチ見つけ！メイレイ！狙い撃ち！上から一ポイント！蜂の巣しちゃうよ！それでどっとりゃ！スイーッと！狙い撃ち！ジャンジャン撃つよ！任せなさい！やあ！撃破！逃がさないわ！コリゲロー！やあ！吹っ飛びなさい！やったわ！痛いわよ！どうかしら？痛いわよ！やあ！そこで！どうかしら？はっ！女神の心で！安心するわね。心地いいわ。安心するわね、女神の心で。これにしましょう。行くわよ、よっと。スイッチね、押しましょう。ゆっくり、これね。これブースト行くわ。行くわよ、アンチね、応援してね、そこで頑張れ頑張れ、呼ばれて飛び出てくんにゃくー、決めるよ、それそれー、だ応援とりゃー、ポイント応援とりゃー、頑張れ頑張れ、メイレイ、せー狙い撃ち、応援しよ、頑張れ、そうね、アクセル全開、せーメイレイ、
わり行くわよ。すべての力で吹き飛びやがれ。行くわよ。くらいな。すべての力で吹き飛びやがれ。くらいな。ね、すべての力で吹き飛びやがれ。これが私たちの力よ。すべての力で、はい、ホワイトハート一致。メガネ吹き飛びやがれ。終わり行くわよ。暗いな。さはい吹き飛びやがれ。すべての力で、さあ終わり行くわよ。暗いな。すべての力で、メガネ終わり、はい、吹き飛びやがれ。すべての力で、終わり行くわよ。吹き飛びやがれ。二人の全力決めてみせますわ。すべての力で、はい、さあ終わり行くわよ。メガネすべての力で、はい暗いな。すべての力で今してやるぜ。レイレイギャギャギャ狙い撃ち。レイレイ上から行くよ。それそれけーギャギャギャけーレイレイけースイートレイレイけー狙い撃ち。レイレイギャギャギャ狙い撃ち。お願いしますね。これね。スイート。ちょっと打つよ。狙い撃ち。ほっ。けー。ギャギャギャ。ちょっと打つよ。狙い撃ち。ナイスイン。けー。ちょっと打つよ。応援ありがとう。狙い撃ち。ヘイヘイ。狙い撃ち。ギャギャギャ。狙い撃ち。ヘイヘイ。決めっ。カプセル全開。頑張りや。応援したくなるよね。ブリャリャリャーカー。ベイエイ。何やお前。やんのか。ブースト。ジョイン。ジャンプ。カプセル全開。私大好き。もっと見せて。ダッキー。いいぞ。これだ。これね。心強いわ激しいっすね。スイッチを見たら押したくなるよね。これにしましょう。
ル全開。カプセル全開。心を合わせて助けてあげなきゃ。ちょっと待ってよ。はい、くらいな。メガネの力すべていくわよ。痛みやがれ。くらいな。はい、メガネの力すべての力で、すべての力で、すべての力で、うっそ。いいのよな。もしかしたらプリンが入ってたりして。ミラン見つけた。ジャッジがもらってまうで。いいわ。探索するよ。どこに行こうかな。こんにちは、ニンニン甲賀流忍者のポンポコです。こんにちは、ナッツピーナッツくんです。ミッションスタート。いいわね。うそ。いいぞ。うそ。ダメ。カプセル全開。ゆっくり。私これかな。おしまい。来たね。おしまい。先に進むよ。コーンスシー、天才美少女ミックスシー、紬音レレオ。バトルスタート。やややや。漆黒のルシフェリアよ。私のことはアリアと呼びなさい。やっと巡り会えたというのか。うう、瞳が共鳴している。ミッションスタート。カプセル全開。これにしない。これにしない。実は私のファンだったり。いいわ。スイート。ブースト。マジで。何をしよう。そうね、これね。おしまい。ブースト。
メロードチュー、ロードチュー、ロードチュー。早く読み込めロードチュー、ロードチュー、ロードチュー。早く読み込めロードチュー、ロードチュー、ロードチュー。早く読み込めロード中。到着するよ。何を待って、カンガルーのように。おはせろとニンニン、忍者系バーチャル YouTuber のアス。負けないよ。これ。スイート。来たね。何を待って。ハッ。スイート。あっちに行け。うっそ。これだ。よいしょ。スイート。先に進むよ。ハローボー、ホロライブ所属ゼロ期生バーチャルロボットのロボコさんだよ。はじめましての方は、はじめまして。普段は YouTube でゲームや雑談 ASMR 等を配信中。よかったらチャンネル登録して遊びに来てね。また会えるかな。うん。ミッションスタート。何を待って、無理しないで。おしまい。アクセル全開。大丈夫。よいしょ。決めた。スイート。はっ。ブースト。はっ。まっすぐにゴー。ごきげんよう。 VVV2 のプレイ中の諸君、暁ユニです。この動画はロード画面用だから、読み込み速度によっては途中でプツンと途切れる気がする。というか、そもそもロード画面で動画を流すくらいなら、そのマシンパワーを使ってロードを1秒でも早めろよと思うタイプなんだけど、君はどう？そもそもオファーをもらった時の動画の尺指定が30秒でびっくりしたんだけど、本当に30秒もロードするのかな。さすがにそんなことはないと思うんだけど。でも PS3 で発売した初代の超次元ゲームネプテューヌの頃は、戦闘に入るたびに普通に10秒以上ロード入ってたよね。まあパッチで多少は改善されたけど。今何秒だろう。30秒経ってるのか。小娘のくせに生意気な。痛い目見ても知らんぞ。配信開始だよ。狙い撃ち。狙い撃ち。期待されるのも悪くないわね。痛いわよ。そこね。どうかしら。やるな。そこね。痛いわよ。そこね。どうかしら。そこね。やあ。私に任せて。狙い撃ち。まだまだ。どうしよう。レイレイ。されるのも悪くないわね。
どうかしら。全部ファンにしたら食らいなさい。ファンにしたらブーストいくわ。やんな。どうかしら。痛いわよ。やあ。どうかしら。ファンにしたら吹っ飛び今よ。ここね。どうかしら。ここね。覚悟はできたかしら。やんな。ここね。どうかしら。ここね。やあ。どうかしら。私は勝利をつかむのだ。痛いわよ。ここね。どうかしら。大炎上。痛いわよ。やあ。ここね。痛いわよ。やあ。痛いわ。次の曲行くわ。痛いわよ。ソリプロ。観念したら動かないわ。そこね。痛いわよ。どうかしら。はっ。そこね。痛いわよ。やるな。痛いわよ。やあ。そこね。痛いわよ。目が見える心で。どうかしら。そこね。痛いわよ。やあ。調子いいわね。そこね。痛いわよ。どうかしら。追いつけるかしら。そろそろね。悪くないわ。そこね。調子いいわね。どうかしら。悪くないわね。やあ。どうかしら。そこね。覚悟はできたかしら。これでどう。どうかしら。そこね。痛いわよ。これでどう。動かないわ。食らいなさい。やあ。食らいなさい。やあ。痛いわよ。動かないわ。やるな。そろそろね。やあ。次行くわよ。あなたの悪事もこれまでよ。これかな。さあ出発し、目的地は。コンコンキーツネ、ホロライブに所属しているバーチャルキツネ白神吹雪です。お茶とかゲームとか漫画とかアニメとかいろいろなものが大好きな、まあオタ。さあ出発しましょう。何しようかしら。どの施設にご興味。モスピアがないと。やることあったわよね。コンバートするわ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 。忘れ物はないかしら。さあさあどこに行くの。何しようかしら。どの施設にご興味が。寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。もうやることあったわよね。あとは大丈夫かしら。
するわ。コンバート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 するわ。忘れ物はないかしら。じっくり考えます。いいぞ。コンバートするわ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 。忘れ物はないかしら。何しようかしら。忘れ物はないかしら。じゃあ、ね、やることはあったわよね。どの施設にご興味がありますか。ご支援してくれるんですね。他に、スタート。あれ、何しようかしら。忘れ物はないかしら。一度整理しましょう。これにしない。このアクセ似合う。つける場所はそこね。やることあったわよね。あとは大丈夫かしら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 。コンバートするわ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 。あとは大丈夫かしら。
しましょう。どうか管理を強くしましょう。どうか強くします。どうか強くし、どうか管理強くし、どうか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 管理を強くし、どうか管理よ。強くします。どうか管理強くし、どうか管理強くし、どうか強くしましょう。どうか強くし、どうか強くし、どうか管理強くし、どうか管理よ。強くし、どうか管理強くしましょう。どうか管理よ。強くし、どうか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 強くします。どうか強く、どうか強くします。どうか強く、どうか強く、どうか強く、どうか完了よ。強くします。どうか強くし、どうか完了よ。あとは大丈夫かしら。あとは大丈夫かしら。コンバートするわ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 。コンバート。あとは大丈夫かしら。強くし、どうか管理強くし、どうか強くし、どうか強くし、どうか BP を集めないとね。あとは忘れ物はないかしら。何しようかしら。大丈夫かしら。あとは大丈夫かしら。BP を集めないとね。忘れ物はないかしら。ゆっくりできそうね。これ。力借りるわね。飛ばされた時アンチに取られちゃってさ、取り返してきてくれない？あっちに伝説の大根があるって聞いたんですけど、アンは怖くて近づけないので取ってきてもらえませんか？あれ、ここに絶対あるたのにな。あれない。ここに絶対あるのにライターない。あ、ちょうどいいとこに。ちょっとライター取られたみたいでさ、めっちゃ困る。ライターないとね、ポンポコめっちゃ困んねん。めっちゃ困んねん。あー、お願い、ライター取り返してきて。お願い。どうしてもネギトロパーティー用のマグロが必要なのに全然集まらないの。お願い。大丈夫かしら。あとは大丈夫。忘れ物はないかしら。さあ、ご主人様、寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。どこに行こうかしら。北斗の拳の世界よりこんにちは、ハートです。
この荒廃した世界でスマートフォンを見つけ、それ以来いろいろな配信をしております。おいしいお取り寄せグルメの食レポや、お家でできる筋トレ、ゲーム実況などいろいろなことに挑戦しておりますよ。このマシュマロボディを目指したい方、興味ある方、そうでない方もぜひハート様のハートフルステーションをよろしくお願いしますね。アンチなんかに負けないよ。我に任せろ。ちょっと休憩。どこがいいかな。アクアはバーチャルマリンメイドって言ってメイドをしながらいっぱい難しいゲームとか楽しいゲームをやったり、いろんな歌を歌ったりアイドルしたりいろんなことしてる VTuber なんですよ。よかったら YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。待ってるよ。ここがゲミニオン。どっかで見たような場所だね。なんか落ち着く。いや、敵の本拠地ど真ん中だっつーの。そう考えると普通の街に見えるのが逆に怖いわね。でもビビってらんないよ。だってベアちゃんはもっと怖い思いしてるはずだもん。油断すんなって言ってんの。特にミー、あんたはちょっと盲信なんだから。ユウの言う通りよ。どこかにフェアがいるならカドもきっといるはずだからね。そっか、気をつける。にしてもネプテーヌさんが珍しく静かね。ゲームって飛びつきそうだよね。心外だな。私だって今がどれだけシリアス展開なのか分かってるんだから。でもあのゲームとかネプテューヌ好きそう。どれどれ。欲望に素直だな。ゲームしたいの我慢してるんだね。この街は体に毒だよ。では早くフェアさんを助けてみんなでゲームをすればいいんですわ。そうだね。それなら心置きなくできるね。ブルー、ゲームの国なのにテールが冷静だ。私はそんなに節操なしではありませんわよ。時と場合くらいちゃんと考えてますわ。その割にはさっきからチラチラとデモプレイ映像を見てるみたいだけど。さあみんな先を急ぎますわよ。もしかして一番ソワソワしてるのベールさんなんじゃ。観察するよ。応援してるよ。これだね。頑張れ頑張れ。いいもの見っけ。ちゃんと見ててあげるから。いいねいいね。頑張りなさい。頑張れ頑張れ。これね。すまれ。ぴょいーん。カンガルーのように。応援してるよ。頑張れ。しぼー、頑張れ頑張れ。これにしますわ。
張れ頑張れ。ぴょいん。おっ、これかな。おお、頑張ってんな。忍びの道は険しいぞ。頑張れ頑張れ。カンガルーのようにファイト。おお、頑張ってんな。忍びの道はけ、ぴょん、ファイト。何が出るかな。カンガルーのように
いぞ。ブースト、よいしょ。これね。これね。シルハートもタピオカ飲みながら応援してるよ。ブースト、ゆっくり進んでいこう。ジョイン！叩いてくれた俺に落ちるよ。ちょっと見ていこうよ。カンガルー、心を合わせて走って転ばないようにね。いい気持ち、あったかい。走って転ばないようにね。いい気持ち、私に気づいてくれ。これね。ちょっと君に息がする。たしなまぬが、あくまで知識として知っているだけだ。急にキャラ作りを思い出したわね。キャラ作りではない。我がたしなむゲームはチェスか人類の戦争よ。あと読む本は魔導書と司会文書だし。でもバイスちゃん、たくさんの文字があるとすぐ寝ちゃうじゃない。ああ、それを言うのとあれほど。世界のゲームにも似てるのか。もしかしたらゲーム業界と私たちの世界自体が似てるのかもね。ちょ、みんな静かに。なんかやばい感じっしょ。あ、アンチがいっぱいいる。こんなの相手にしてられないわ。やり過ごしましょう。あなたが一番心配だわ。どうやら行ったみたいね。あっぶねー。さすがにあの数はきついわ。さすがはオワンダルの活動拠点といったところですわね。でもこれだけアンチがいてもコンテンツはオワコン化に向かってはいないみたいね。そういえばそうね。どういうことだ？アンチが多ければそれだけオワコン化が進むはずではないのか？敵の拠点が
近いからかもしれませんわね。自分たちのいる場所までダメにしちゃったら、いる場所がなくなっちゃうものね。どうしたのよ、ミー。なんかね、ちょっと違うなって。だから何が違うの？うまく言えないよ。でもね、この国は今までと違う気がするの。そんな説明じゃわからないわよ。うむ、説明とはもっと論理立ててするべきなのだ。バイスちゃんがそれを言う？だけどミーのそういう直感って割と侮れないのよね。とにかくここの親玉に会えばはっきりするんじゃない？うん、そうだね。わからないなら考えない、考えないならとにかく行動してみよう。あれでいいの？あなたの相方は。いつものことだから。決めるよ。決めるよ。ジャンプ打つよ。おいおい。
頑張りな。あったかい。おいおいおい、もうしんどそうじゃねえかよ。無理はするなよ。え、大丈夫？大丈夫ならもっと頑張りな。おいおいおい、もうしんどそうじゃねえかよ。無理はするなよ。え、大丈夫？大丈夫ならもっと頑張りな。おしまい。これにしますわ。アンチ見つけ。いいもの見つけ。もしかしたらプリンが入ってたりして。ガンガン撃つよ。これでどうだ。それそれよっ。狙い撃ち。へい、うぎゃぎゃぎゃ。やったね。へー、スイート。一旦キュッパンで。ぴょん、ぴょん、進んでいこう。頑張れ頑張れ。うぎゃぎゃぎゃー。へー、ジャンジャン撃つよ。もしかして、先に進むよ。あなたの心を晴れ晴れ元気に、バーチャルアイドル時の空です。みんなと会えるイベントが大好きなんだ。これからもヌンヌン頑張っていくから、空友のみんなよろしくね。大好きだよ。到着するよ。イルハートもタピオカ飲みながら行かい。ちょっと待つよ。狙い撃ち。よっ、応援ありがとう。上から行くよ。ねえ、ベーストの世界が来るわ。近くの VTuber がいるかも。狙い撃ち。ベーストの世界が来るわ。近くに VTuber がいるかも。ヘイレイ、狙い撃ち。美味しそうな気配がするわ。近くに VTuber がいるかも。美味しそうな気配がする。これにしましょう。うわ、近くに VTuber がいるかも。カンガルーのように、ジョイン。美味しそう。見つけ。
伸びの道は険しいぞ。頑張れ頑張れ。これにしない？いいぞ。素晴らしいわ。狙い撃ち。もっとスキルになりそう。ジャンプ撃つよ。狙い撃ち。ジャンプ。素晴らしいわ。これにしましょう。これ。もっとスキルになりそう。素晴らしいわ。もっとスキル。アクセル全開。これだ。カンガルーのように。これにしましょう。おー頑張ったな忍び。スイーッと。アクセル全開。よいしょ。アクセル全開。これにしない？
届いてるなら助けて。終わりに行くわよ。飛び上がれ。女神の力にひれ伏しなさい。さあ、すべての力に。女神の力にひれ伏しなさい。行くわよ。さあ。これだ。膨大なコストかけて人気が出なかったらこの国はどうなっちまうんだ。だけどここまで来たらやるしかないだろう。不安なのはみんな一緒さ。ねえねえ、そこの人たち。ん？なんだいお嬢ちゃんたち。ふっふっふ、何を隠そう、私たちは救世主ネプテューヌとその一行だよ。
何私たちのことおまけにしてるのよ。まあまあ、ノワールは特別に主人公パーティーに潜む敵のスパイって美味しい役どころにしてあげるから。それ終盤で改心するけど死ぬやつよね。ネプテューヌ、あなたね、賑やかなジョーちゃんたちだな。けどよ、俺たち忙しいんだ。用がねえなら行っていいかい？うん、待って待って、聞きたいことがあるの。今この国がすっごいピンチなのに、皆さんはどうして避難しないんですか？ピンチ？そりゃ俺らの仕事の方さ。そうそう、マストアップが目前に迫ってるもんな。そういや、ここのとこニュースも何も見てないな。俺なんて3日も家に帰ってないよ。俺は10日風呂に入ってない。典型的なブラック労働になってるわね。だけど皆さん不思議と楽しそうね。ねえ、みんな一体何をしてるの？何って、そりゃもちろん俺たちはゲームを作ってんのさ。マスターアップまであと一歩ってところなんだ。今が正念場だよ。ああ、ゲームクリエイターの方々でしたの。それで、一体どんなゲームを？そりゃすごいゲームさ。なんせ、この国のリソースをありったけつぎ込んでるからな。リソースだけじゃない、かけたエネルギーも半端じゃないんだ。そこまでおっしゃるのですから、ほどの対策なのでしょうね。 MMO でしょうか、それともオープンワールドでしょうか。ベールさんが珍しくテンション上がってる。ゲーム好きなのよ、特にニトゲ。てかさ、そんなにいろんなものつぎ込んだら失敗したときやっぱいいんじゃない？あ、それはだけどな、しチーフエグゼクティブオフィサー、最高経営責任者って意味の略称よ。もちろん知っておったのだ。最高の責任者だろ、まさに我のような存在なのだ。全然違うけどね。バイスじゃない方の CEO って何者なの？ああ、新しくこの国にやってきたんだ。それからいろいろ改革を断行して今回の大プロジェクトを立ち上げたんだよ。マジか、それやっちゃダメなやつじゃん。失敗したら目も当てられないって。そうなんだけどな。なんだか事情がある感じ。最近のこの国のゲームはどれも同じようなのばっかでよ。くじを引いて当たりか外れか、そんなのばっかりだったからな。嬉しかったんだよ、みんな新しく楽しいことを始めようってのがさ。おっと、そろそろ休憩時間も終わりだな。悪いな、ジョーちゃんたち。俺らのゲームが完成したら遊んでくれよな。よし、もう一踏ん張りだ。なんだか生き生きしてたわね。この国って侵略されてるようには見えないね。けどさ、その CEO ってのが発根臭っぽくね。だよね、最近来たって言ってたし。アンチは多い、なのに街の人は生き生きしてる。ミーの言う意味がちょっと分かってきたわ。 CEO って本当に発根臭でこの国をオワコン化させようとしてるのかしら。みんなを騙して国のエネルギーをたくさん使わせてこの国をオワコン化しようとしてるのかもよ。エネルギーがなくなれば国を維持できずに崩壊。そんな無茶なことをするなんて普通はありえない。それが発根臭の仕業だとしたら私許せませんわ。とにかく会って確かめよう。考えてもわからないなら考えないだね。落ちる。
私に終わりね。行くわよ。さあ、はい、吹き飛びやがれ。終わりね。くらえな。メガネ、はい、吹き飛びやがれ。終わりね。行くわよ。さあ、すべての力でくらえな。さあ、吹き飛びやがれ。はい、吹き飛びやがれ。すべての力で。さあ、さあ、メガネの力見せて差し上げますよ。はい、くらえな。いいわ。無理しないで。アクセル全開。これにしますわ。素晴らしいわ。よいしょ。ぴょいん。カンガルーのようにスイーッと。アクセル全開。ぴょいん。スイーッと。よいしょ。これね。アクセル全開。無理しないで。おしまい。これにしますわ。これだ。これね。素晴らしいわ。狙い撃ち。もっと好きになりそう。これかな。何が出るかな。ブースト。素晴らしいわ。ゲタッ。パンチ見つけ。ちょっと撃つよ。狙い撃ち。ちょっと撃つよ。ヘイヘイ。狙い撃ち。これにしましょう。アクセル全開。よいしょ。カンガルーのようにちゃんと休めばいいよ。カンガルーのようにジャンプ。大丈夫よ。いちゃんと休む。私すべての力に。くらいな。さあ、ね、すべての力で。吹き飛びやがれ。終わりね。さあ、さあ、すべての力で。二人の全力決めてみて。さあ、終わり。はい、吹き飛びやがれ。行くわよ。ライナ。大丈夫？ちゃんと休むんだよ。スイッチを見たら押したくなるよね。ちゃんと休む。ちゃんと押すよ。
丈夫？ちゃんと休むんだよ。ピョイーン、サンダルのように。ぐりゃりゃー、ちょっと待つよ。助けてー、狙い撃ち。ペイエイ、ぐりゃりゃー、ちょっと待つよ。狙い撃ち、ちょっと待つよ。床がない。ほい、ぐりゃりゃー、狙い撃ち。ペイエイ、ぐりゃりゃー、心の共鳴を。いい気持ち、あったかい。いい気持ち、あったかい。いい気持ち、あったかい。これにしない？カンガルーのように。これにしますわ。ジャンプ、カンガルーのように。ぐりゃりゃー、ちょっと撃つよ。せー、ぐりゃりゃー、せー、ちょっと撃つよ。ダメぞー、せー、せー、ぐりゃりゃりゃー、素晴らしいわ。ブースト、ハッ、アクセル全開、スイート。これだね。まっすぐにゴー。ごきげんよう、ホルトだ。ん？なんだか暇そうにしているな。そうか、ロード中か。仕方がないな。俺がロードが一瞬で終わる方法を教えてやろう。だが、ただでは教えられない。教えてほしければ、YouTube を開いて、ゲーム部プロジェクトと検索をして、チャンネル登録を済ませてから、ここにまた戻ってくるといい。セキュリティシステム起動。ゲーム開始。バトルスタート。ペイエイ、ちょっと撃つよ。狙い撃ち、おしまい。これでどうだ。狙い撃ち、ぐりゃりゃりゃ。狙い撃ち、ぐりゃりゃりゃ。おうちから、ぐりゃりゃりゃ。ちょっと撃つよ。ぐりゃりゃりゃ。ペイエイ、狙い撃ち、ちょっと撃つよ。おはせろとニンニン、忍者系バーチャル YouTuber の朝のルリと朝のアカネなのだ。私たちは YouTube を拠点に
ゲーム実況から歌ってみたまで、面白いことなら何でも対応。どんどん進むよ。なんかいいとこないかな。もうこれブーストケイリー、ケイリー、無理を踏むくらい。私たちの時間だよ。はい、さあ、けー、何が出るかな。ブースト、おしまい。何がこれかな。ぴょいーん、気持ちだよ。Thank you.
だね。
ったね。これにしない？スイーッと！カンガルーのように！よいしょ！きっと CEO の居場所はこの先ですわね。ちょっとベール、進むの早いわ。気をつけないと。皆さんが遅いのですわ。やっぱゲームが絡むと怖いね。好きにさせればいいのよ、はあ、キリン、どうしたっしょ？ CEO が悪い人だったら町の人たちショックだろうなって。頑張ったら絶対にうまくいくって。それだったらいいんだけどね。実際はそうもいかないっしょ。待ちきれませんわ。だから待ちなさいってベール。うん、もう行こう。みんなテアとこの国絶対に助けよう。バイバイ。まっすぐ行こう。あなたの心に住まわせてチュッ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 マイダーリン。
みんなと響き合いたいアイドルの響き青です。見つけましたわ、あれが CEO ですわね。待って、誰かと通信してるみたい。これが私が提唱する一生遊べる RPG テクセクエスト5です。完成までの道のりは決して楽な道のりではありませんでした。ですがついにここにリリースするに至りました。私の全身全霊を尽くした珠玉の一作、これこそが私史上最高のゲームであると断言できます。売り上げが低迷しているこの国のゲーム市場を再活性化させる新たな国民的ゲームとなるのです。カド様は今まさに歴史が変わる瞬間に立ち会っておられるのです。カド様、うわ、ラスボスとお話し中だったか。うまくすればカドの居場所とかいろいろ情報が得られるかもしれないわ。少し様子を見ましょう。一刻も早く新任をコテンパンにして差し上げたいのに。テクテクエスト5のサービスが始まれば定期的にエネルギーが生み出されます。そのエネルギーは全てカド様のお手元に集まることになるのです。それで？お前の言う重要な話とはそれだけなのかと聞いているのだ。それだけ。私はカド様のご命令通りにこの国を侵略し、そして安定したエネルギーの供給を。ああ、そうだったな。お前はかなり初期に派遣されたのだ。忘れていた。エネルギーは十分手に入り、すでに計画は次の段階に入った。お前に与えた命令は無意味なものとなったのだ。無意味。ああそうだ、ちょうどそちらに救世主どもが来ている。相手をしてやれ。ゲームのリリースを中止すれば国民全てを安置化できるだろう。それで奴らを足止めするくらいの役には立つだろう。無意味。私が心血を注いだゲームが無意味。なんだかかわいそう。自分が一生懸命頑張ったことが全部無駄だなんて言われたら辛いわよね。カドメイ、部下の心を守らぬ者に主として君臨する資格などないのだ。どうしよう、なんか戦いづらくなっちゃったよ。 CEO さん、お前たちは、そうか、救世主どもですね。ならばカド様のためここで倒させていただきます。ちょっと待ってよ、あんな言い方されてまだカドのために戦うの？そうよ、あなたを見捨てたのよ。それでも私はカド様のお役に立つためにこの国にやってきたのです。私はワンダルの財団系発根衆が一人、成功神デイウォーカー。カド様への最後のご奉公のためお相手願います。うわ、全然話聞かないよ。ネプテューヌ、戦いましょう。ベル、あの方は本気ですわ。私たちがそれに答えなければ他に誰が答えて差し上げられるのでしょう。私の最後のご奉公。さあ、ショータイムだよ。ベイベイ、狙い撃ち、ガンガン行くよ。ガンガン撃つよ。ヤヤヤ、ガンガン撃つよ。ガンガン撃つよ。ベイベイ、狙い撃ち、
打ち、どんどん打つよ。はい、メイレイ、もうやだ。どうですか、狙い撃ち、ケーメイレイ、ちょっと打つよ。オッケー、メイレイ、狙い撃ち、ハッチル全開、ちょっと打つよ。メイレイ、ちょっと打つよ。やだ、狙い撃ち、ケーよっ。どうですか、ちょっと打つよ。それそれ、なぜなら私が。お疲れ様でした。どうかゆっくり休んでくださいませ。終わったね。そうね、あまり後味は良くないけど。自分の作ったゲームがリリースするとこ見られなくてかわいそうだね。カドメ、やはり許せないのだ。フェアをあんな風にしただけじゃなく、自分の部下を使い捨てにするなんてね。キリー、どうしたっしょ？あのね、ゲームやった人たちからレビューが届いてる。ゲームってデイウォーカーが作っていたあのテクテクエスト5のこと？あ、うん。あら、このゲームなんだか悪くないみたいね。わ、本当であるな。ほとんどがとても楽しいと好評のようだ。あ、これ。まさかの感動エネルギーじゃん。すごい、こんなに。どうやらあいつのゲームはコンテンツとして多くの人の心をつかんだみたいね。どうする、一応発刊集が作ったゲームよ。このままにしておきましょう。一度世に出たならそのゲームはもうプレイヤーのものですわ。そうだね、ゲームは誰かを楽しませるためにこの世に生まれてくるんだもんね。じゃあこの国の方は大丈夫ってことでフェアリー探しをしようよ。カドが拠点を移しでもしてない限り絶対にどっかにいるはずなんだしさ。そうだね、今度こそフェアちゃんを助け。みんな気をつけて、何か来る。フェアちゃん、フェアリー、明日よ、マーリだよ、最後に召喚したんだ、覚えてるっしょ。言葉はもう届かない。みんな戦おう。ネプッチ、私たちの力でノルの暴走も元に戻せたでしょ。ならきっとフェアのことも戻せるよ。そっか、それは確かにそうかも。でも失敗したら。失敗なんかしないよ、だって私は主人公なんだから。あ、ノルの時と同じ方法を試す以外に道もないしね。わかった、
私も頑張る。そうだな、必ず戻すと信じてやってやろうではないか。友情パワーとかあんま言いたくねえけど、ま、そういう類の何かで頑張ろっか。じゃあみんな、絶対に元に戻そう。を転送したあの時でした。ちょうど転送を終えたところで、カドがクラウドを吸収してきたのです。それにより施設に負荷がかかり、皆さんがこの世界に転送されるのに大きなタイムラグが発生したのです。じゃあその間にフェアさんは？はい、私はそのすぐ後にカドに囚われてしまいました。そして角は私の姿に化け、施設を乗っ取ったのです。正しく転送できていれば、皆さんが角扮する偽物の私に会うこともなかったのに。すみません。ううん、いいんだよフェアちゃん。そうですわ、一番大変だったのはフェアさんなんですから。こうして無事会えたんだから気にしないで。バイス様とリヒト様は
私が角に囚われた後に呼び出させていただきました。ネプテューヌ様たちの転送にタイムラグが発生していると察した私は、新たな救世主としてお二人を選定したのです。囚われている間もコアの力は使えたので、なんとかこちらの世界に来てもらおうとしたのですが、見張りもいたので満足な説明もできないまま呼び出してしまいました。本当にすみません。気にするでない。おかげで美味しいものをたくさん食べられたのだ。ロイスちゃん、あんな目にあってゲロインとまで言われて、それなのに相手を気遣うことができるなんて、とっても成長したのね。だからゲロイン言うな。とにかく我らは怒ってなどおらぬからな。ありがとうございます。アイス様、マオリ様とキリ様については全く違う惑星に転送してしまい、すみません。囚われの中、カドがいない隙をつこうとしたのですが、それもかなわず、結局カドから拷問を受けている間に転送を強行したので座標が大きくずれてしまいました。ここに来るまで大変だったと思います。本当にすみません。いいですよ。そうだよ、フェアリンってば。そんなひどい状況でもいろいろ説明してくれたじゃん。そのおかげで今に至るってね。結果オーライっしょ。マオリ様、それにフェアも大変だったんだから、そんなに謝んなくていいよ。そうだよ、フェアちゃんは頑張ってくれたよ。謝ってばかりですみません。また謝ってるし。あ、そのすみま、ありがとうございます。そうそう、それでいいんだよ。でもこうしてみんなが集まれたってことは、これでフェアの作戦は成功ってことよね。だよね、こっからが反撃のターンだよね。ライフがゼロになってもうやめてって言われても許してあげないんだから。皆さん本当にありがとうございます。ねえ、いい機会だから聞きたいんだけど、カドは何を企んでいるの？それよ、どうしてあいつは惑星を滅ぼそうとしているのか知りたいわ。そのことでしたら、これは私が囚われている間に聞こえてきた話ですが、カドは…おや、念のため様子を見に来れば。まさか元に戻っちゃうとはね。あなたは…って…誰だっけ？あれよ、いつもカドと一緒にいるやつ。そうだ、いろんな国をしっちゃかめっちゃかにして、おまけにフェアをこんなにして、許さないんだからね。怒らない怒らない。もしかしたら怒っているのはこっちの方かもしれないのだからね。なんか喋り方くっそムカつく。うんうん、またフェアちゃんを化け物にするつもり？しないって。そんなことっていうか、本当は来たくもなかったんだけどね。でもま、これくらいは仕事しないとね。皆さん、離れてください！フェア！嘘、フェアリンが消えた？フェアさんはどこに行ったの？自分を犠牲にするとは、さすがは女神。ま、今日はこれで仕事は終わりにするとしよう。ちょ、逃がすか！ネプテューヌ、残念だけどもう逃げてしまったみたい。ぐぬぬー！
ミー。VVV テーム。You fell for it! To meet you, I'm Nestia! I'm a compatible character who was born from Nestia's funny face components! The only thing I can really do for you is smile!